皆さんこんにちは。昨日、走行中にですね、排気異常かな、排気異常かエンジンの異常の警告灯が、ついて、一旦ね、止められるコンビニの駐車に止めて、ちょっと、エンジンを切って、で10分ほどですね、コンビニでコーヒーを買ったりとかしながら、時間を潰しながら、かつ、フォルクスワーゲンさんの方に電話をしてですね、警告灯がついたということと、次の日すぐに朝一に車をちょっと持っていくので、見てほしいというような連絡をしました。で、実は今日はその翌日になるので、午前中に出して、1時間ほど見てもらって、車を無事修理してもらったんですけども、そのお話をちょっと、してみたいと思います。この車は、購入してまだ半年経ったばかりぐらいで、走行距離は、6000数百キロということで、我が家としては走ってる方なんですけども、平均して月1000で、年間1万2000キロぐらいですか。だから、アベレージ、平均的な使用とは思うんですけども、今回その問題の箇所というのはですね、コンピューターのログを見ると、イグニッションコイルの不具合が、1箇所あったということだったので、そこを交換してもらうことで対応してもらいました。実際エンジンをその昨日切ってから、その後再発することはなかったですけれども、ちょっとね、正直購入してまだ1年経ってないということと、1万キロいかないうちにエンジン系のトラブルに見舞われたのかなということで、ちょっとショックではありました。一般道ちょっと走行しながらですね、本当にこれで、問題が解決したかどうかっていうのは確認していこうとは思っています。はい。あとで、空いたスペースにですね、その時の対応の、紙をちょっと載せておきたいなと思っておりますが、ちょっと昨晩ですね、自分で、どういった問題か考えられるかネットで調べてみたんですけれども、そのイグニッションコイルの交換というのが、再頻発、再品質してるっていう感じでしたが、一番短い方で、確か2万キロぐらいで、イグニッションコイルを3箇所ぐらい交換したっていう人がいらっしゃったんですが、その人と比べると、私は1回で交換したと。そのサイトの人は、8月ぐらいに起こって、11月ぐらいにまた同じく起こって、何分か休憩しもったけれども、その日のうちに何回か来たから、諦めて車を持ち込んだと。イラの方に、持っていったという感じで記載がされていたので、イグニッションコイルが相当いかれてたのかなと思うんですけど、私の場合は1回だけ、たった1回の現象で、ロゴも残っているということと、ということで、即交換対応してもらいました。これそのイグニッションコイルについてですね、これが、不具合を起きるとどういった症状になるかなんですが、昨日の私の車のケースですと、時速40キロぐらいで、国道ね、ちょっと大きな、横浜の間走って246という国道がありまして、そこをちょうど速度も何もない、歩行者も通れないような部分を走行していた時に、右車線走っていた時に、急に車にですが、揺さぶられるような、衝撃を受けまして、ちょうど大きい車の私にタイヤが捕まるって、うまく、ちょっとステアリングを取られるというような現象が数秒間続いて、私はそういったものかなと思ってたんですが、隣に、乗っていた妻から警告灯がついているということを言われて、自分も目視で確認をして、左車線に入って様子を見てたんですけど、またちょっと蛍光灯が消えたかなと思って、もう一度、ちょっとその先右に曲がる予定があったんで、また右車線に戻ろうかなと思ってはいたんですけれども、蛍光灯は消えていながらも、その、
車が揺さぶられている現象はずっと続いていて、右車線に出ましたが、また蛍光灯がつき、これじゃダメだということで、左車線にさらに戻って、速度が出るまで走り続けて、速度に入り、近くの、コンビニの駐車場に駆け込んだというような感じでした。時速40キロで、そういったかなりの衝撃、衝動じゃないですね。まあ、振動があるので、これが高速走行となるとね、例えば100キロで走っていて、振動が来ると、ちょっとね、周りもびっくりしてたかもしれませんね。なんか、ちょっと大きい車をちょっといじっている人たちが、車のボディがね、こう、前後左右斜めとかにこう、ゆさゆさ揺れてるようなやつがあると思うんですけど、多分、ああいう風に外からは見えたんではないかなと思います。また、同じような、ことを体験されたフォルクスワーゲンのオーナーの方がいらっしゃいましたら、情報交換もしたいなと思ってますので、コメント欄とか何かに、教えてください。僕も勉強になりますし、まだ他のね、ちょっとオーナーの方とか、まあ、他社の車乗られてる方にもいい情報になるかなと思いますので、まあ、皆さん情報交換していただければ、まあ、していき、いければ、まあ、僕も、いいなと思っています。はい。そうですね。まあ、車を購入しました、納車しましたという動画をつい先日上げて、まあ、実は半年前の動画ですけど、で、昨日、ちょっと車内のディスカバープロの説明の動画も作成したんですけど、この、実質3本目の、動画が、故障対応というような、ちょっと悲しい、動画になってしまいました。では、今日はこんなところにしたいと思います。また少しずつ、ゴルフの話とか、ゴルフを乗って、出かけた先の、街並みや自然の様子も記録していきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、失礼します。